はい、どうも皆さんこんにちは、マー君スノーボード料理人でございます。はい、今日はねちょっとこう料理人らしくね、こんなね、コックコートを着てやってますよ。 YouTuber でございます、マー君スノーボード。まあスノーボードの方がメインですけどね、ちょっと料理人もっていうの部分も押し出していこうかなということで、こういう格好させていただきます。もちろんこれはAmazon で購入したコックコートです。会社からかっぱらってきたもんじゃないですね。その辺勘違いしないでくださいね。変なこと言わないでください。みんな。で、ね、タイトルにもある通りに、今日は、キャンドル・ジュンさんの、記者会見について、ちょっと触れたいと思います。なんでその記者会見に対して僕は触れるのかっていうのを、これメインチャンネルであげるんですけど、実は僕、サブチャンネルで、広末さんの、不倫騒動のことについて、触れてるんですよ。でも、不倫について触れてるんじゃなくて、趣旨は、まあ、不倫についてもちょっと触れてるんですけど、そのサブチャンネルで上げてる動画の趣旨は、料理人がね、料理人が飲食店の、ね、料理人がそんな大物芸能人と親密になれるもんなんですかっていうのが趣旨の動画なんですよ。で、なんで僕その動画を上げたかっていうと、僕も料理人ですし、僕もいわゆるミシュランにちょっと関係してるレストランで働いてた料理人なんで、なんつうんだろう、僕なりの見解を喋ったらちょっと面白いなっていうことで上げたんですよ。で、まあめちゃめちゃ要約すると、要約できる、僕バカなんでね、要約できるかちょっと分かんないんですけど、高級レストランとかね、高級レストランとかってやっぱり民度がお高いじゃないですか。で、お客さんもやっぱお高いんですよね。で、だから民度が、いわゆる簡単に言えば民度が高いんですよ。民度が高いから、芸能人の方、めっちゃ行きやすいんですよ。めっちゃ行きやすい。芸能人行って、で、サインとかねだられないし、あれ、何々さんですよね、ファンですとかいうのがないんですよ、高級レストランって。もう普通に行って、普通のお客さんと一般人と本当に同じようにサービスを受けて、ね、他のお客さんも別に民度が高いですから、なんかじろじろ見ないわけですよ。まあ、ちらっとぐらいは見ますけどね。まあ、ちらっとぐらいは見ます。あとかね。で、まあ、ちょっとこう、あいつも見てますくらいはあるかもしれないですけどね。そんなぐいぐい行かないわけ、ね、わけない。まあ、大阪だったらちょっとわかんないですけどね。大阪だったらちょっとわかんないですけど、僕、東京で働いてるんで。大阪だったらちょっとわかんないですけど、大阪はガンガン来るのかもしれないですけど、要するに民度が高いから芸能人の方行きやすいんですよね。行きやすいからどうしても高級レストランに行く。だから、知り合いになるきっかけは、ね、ミシュランとかなればなるほど、ミシュラン、逆にミシュランの、星取ってないレストランだったらもう全然違いますから、世界が。星取ったらもういきなりこう、別世界のレストランになり、環境になりますからね。いろんなこう企業がこうガッとこうサポートしたり、いろんな企業がサポートついたり、いろんな著名人が足運ぶようになったりして、で、こう、ね、ビジネスとしてもこう、急成長するんですよね、星取ると。ビジネスとしても。なので、そのビジネスの横のつながりとかになってくると、やっぱり芸能人も関わってきて、芸能人とこうね、うちの会社のなんか宣伝 CM やってる何々ですなんてね、こう紹介になったりして、めちゃめちゃ知り合うきっかけはめちゃめちゃある。ミシュランの星なんか取った日にはね、そもそもがっていうのと、あと広末さんがそもそも、そういう料理、レストラン、高級レストランとかすごい食べに行くタイプなんですよね。僕ちょっと小耳に挟んだことあるんですよね。僕小耳に挟んだことあるんですけど、広末さんが、一人で全然出かけてそういうとこ食べに行っちゃうっていうね、予約もしないでいきなりね、いきなりっていうか、それぐらい、なんだろう、そういう一人では全然行動する方、グルメだから、そういうのがなんか趣味なのかな、わかんないけど、だから、あ、全然あり得る話だなと思ったんですよ。この広末さんのね、今回のね、あれがあった時にね、あり得るなと思ったんですよ。
まあ、結婚してますけどね、広末さんはもう全然そういうあのレストランとかなんか食べ歩くのか好きなのか分かんないけど、僕の小耳にね、広末さんが一人であの予約もしないでレストランに訪れるっていうのをね、僕聞いたことあるんでね、ああありえるなと思って、でサブチャンネルの動画を上げたんですよ。だそんな関係でちょっとキャンドル・ジュンさんの記者会見を見て、あちょっとこのね、あのちょっとネタにさせちゃってもらっ、あキャンドル・ジュンさんの記者会見を見て、あのキャンドル・ジュンさんも応援したくなったし、やっぱり広末さんもそんなね、そのサブチャンネルでも言ってましたけど、そんな悪い人じゃないし、なんかね、あなたたちに迷惑かけましたかって騒ぐ ね、周りが騒ぐことじゃないじゃないですかっていうのはね、サブチャンネルでも言ってたんですけど、やっぱりそうだと思うんですよね。キャンドル・ジュンさんも同じこと言ってましたよね。言ってたし、その報道はしすぎなんじゃないんですかっていうことを言ってたんですよね、うん、僕はちょっと報道には触れてなかったんですけど、やっぱりそうだなと思ったんですよね。キャンドル・ジュンさんの言う通りだなと思って、ちょっと報道やりすぎなんじゃないのかなと。だってさ、別に犯罪してるわけじゃないんですよね。なんかそのコメントでね、あの不倫は犯罪ですとかなんか言ってるバカがいたんですけども、不倫は犯罪ではないです、ね、あのサブチャンネルでも言ってますけども、法律違反ではあるんですけどもね、法律違反ではあるんですけども犯罪ではないんですよ。もうこの意味が分かんない人はね、もうね、ほんととっとととっとと消えてください。もうこの意味が分かんない人はね、とっとと消えてください。法律違反ではなく、法律違反なのに犯罪でないって、お前何バカなこと言ってんだよって思ってる人はとっとと消えてください。なんですよ、犯罪じゃないんですよ。法律違反だから世間にね謝るべきだとか言ってるやついるかもしれないですけど、犯罪じゃないですからね、不倫は犯罪じゃないですから。いわゆるガーシーもそうだけど、直接その人に謝りなさいって言ってるじゃないですか、ガーシーは。まあ、晒してるな、ガーシーも同じように晒してますけども、なんだろうな、悪いことをしてる人には、晒すじゃないですか。多分、晒さないですよね。別に、広末さんも別に悪いことしてるわけじゃないか。なんか、不正にお金儲けをしてる人じゃないですからね。なんかその 悪には悪っていう感じじゃないですか、ガーシーがやってることは。悪には悪だけど、これ明らかにあの広末さんの場合、別に悪には悪をだからあの報道したっていうことじゃないですよね。別に広末さん真っ当な人じゃないですか。めちゃくちゃ真っ当な人じゃないですか。で、法律違反したからって、あの報道するんですかって話なんですよね。何でもかんでも、まあ、報道の自由っていうのがあるのかもしれないけど、やっぱりなんつうんだろう、なんだ、プライバシーの侵害、プライバシーもあるわけじゃないですか。でもさ、不倫っていう法律違反はそのどっちに当てはまるのかちょっと僕もそこまで詳しくは分かんないですけど、どう考えたってキャンドル・ジュンさんに対しての法律違反ですよね、不倫って。広末さんの不倫ってさ、キャンドル・ジュンさんに対しての法律違反じゃないですか。僕たちに対しての法律違反をしてるわけじゃないじゃないですか、ね、公共の電波を使ってね、テレビでね、あの見させていただいてね、それでお金もらってんだから、こう、まあ、要するに公共の電波っていうのは僕たちの、 あの、ね、財産じゃないですか、僕たちの財産だから、あのテレビで謝りなさいって言ってんのかもしれないですけど、不倫は視聴者に対しての法律違反じゃないですよね。不倫は視聴者に対しての法律違反をしてんだったらそれ謝るべきですけど、だから報道するほどのもんじゃないよねって僕は思うんですよね、うん、まあキャンドル・ジュンさんも多分同じことだと思ってると思います。で、何よりもなんかその報道したことによって、ね、めちゃくちゃいろんな人に被害が出ると。じゃあそれは広末さんが悪いんですかって。いや、広末さんが悪いのはキャンドル・ジュンさんだけに対してのことなのに、それ以外にもこうね、悪影響が及ぼしてる。それは、
全然関係ない一般市民に報道したことが原因ですよねっていうことをキャンドル・ジュンさんは言ってるんですよ。そこまで悪いことしたんですかって広瀬さん、そこまで悪いことしたんですか、まあ、そんなことは言ってない、そういうニュアンスを言いたいんだと思うんですよね、キャンドル・ジュンさんはね。で、まあ、僕はサブチャンネルでそういう動画を上げてしまったっていうか、ちょっとネタにさせていただいたんで、あのね、この料理人と芸能人っていうのがね、趣旨ですけどね。で、まあ、最後の方に、まあ、不倫についてもちょっと触れたんですけども、まあ、そこまで悪いことしてないよねって、まあ、サブチャンネルでは一応言ってるんですけど、まあ、やっぱちゃんとメインチャンネルで、その、言おうと思って今回ね、キャンドル・ジュンさんの記者会見を見て、やっぱり、なんかちょっと、僕もちょっと頑張っ、ちょっとやっぱり、キャンドル・ジュンさんの応援しなきゃなと思ったし、広瀬さんを応援しなきゃなと思ったんで、動画を上げさせて、その報道のあり方ですよね、テレビのあり方とかいうものにやっぱ苦言を呈してた、んですよね、キャンドル・ジュンさんが。でもキャンドル・ジュンさん一人でそうやってても、これ難しいわけなんですよね。世の中って変わんないわけです。世の中変えるには、こういう人数が必要なんですよ。人数が必要。で、その人数が必要なんだけど、その集める手段を悪用してんのが、要するにテレビなんですよね。報道とかね。悪用して、こう、お金儲けにしてるわけですよ。なんか、要するに幼稚な人が食いついて視聴率が上がるから、不倫とかそういう報道をすると。まあ、俺食いついちゃってんのかもしれないけど、食いついちゃってんのかもしれないけど、ちょっと悩むところで、でもさ、黙ってても、騒ぐ方がやっぱり、こう表面化されるじゃないですか、テレビでも、ネットでも。ね、コメントしてる人の方が騒ぐわけじゃないですか。コメントしてる人の方がこう表に出るわけじゃないですか。で、触れると、その話題に触れると傷口が広がるから触れない方がいいよっていう意見もちょっとわかるんですけども、でもやっぱ対抗するには対抗しなきゃいけないわけじゃないですか。なので僕もこうやって動画上げるんですけども、まあ、やっぱりこう人数を集めなきゃいけないんですよ。そのキャンドル・ジュンさん一人でさ、頑張ってても、ちょっと、ね、世の中変わらないんで、やっぱりこう、ね、不倫は法律違反ですけど、キャンドル・ジュンさんにしか法律違反なことしてないわけなんですよね。関係ないわけなんですよ。関係ないわけです。でも、幼稚な人は騒いじゃんですよね。それを聞きつけて。幼稚な人はそれを聞きつけて騒いじゃん。で、騒ぐことによって、子供だったり、両親だったり、ね、両親じゃなくて、おじちゃんおばあちゃんですよね。その親族だったり、周りのサポートしてる仲間だったり、その子供の友達、友人、ね、関係性がおかしくなっちゃったりね、子供の友人の母親のつながり、子供つながりの母親つながり、子供つながりの親つながりみたいなね、関係性もいろいろおかしくなっちゃうわけですよ。こう報道したことによって、幼稚な人たちがこう騒いで、なんかこうちょっとこうギクシャクしちゃうってね。誰が責任取ってくれるんですかってそういう話なんで、ね、広瀬さんがそんなに悪いことしたんですかって、いや、悪いことしたのかもしれないですけど、僕にですよね、それって。僕にですよねって。なんか世の中になんか悪いことしたんですかって話じゃないですか。世の中に対してはなんか何も悪いことしてないじゃないですか。ね、キャンドルさんにだけ悪いことしたわけじゃないですか。まあ子供はどうかちょっとわかんないですけど、ね、そういう話ですよね。で、まああとはそのね、発信力のある人がそういうのをね、こうやってると、こう世の中の人が真似するから。だから、ちゃんと報道して、ちゃんとこういうのは、こういうことはしちゃいけませんっていうのを報道するべきですよってこう言ってる人いるかもしれないですけども、それは、幼稚なんですよね。幼稚。幼稚。無知だから、ね、悪いことだって知らないで真似しちゃうんで、ね、で、悪いことだって分かってれば真似しないんですから。じゃあ真似したやつが悪いんですからね、それはね。あくまでも。あくまでもね。だからね、要するに、
ね、いろんな映画があります、いろんなドラマがありますね。ね、でその映画とかドラマとかいろんな犯罪シーンとかね、なんだったら殺人するシーンとかいっぱいありますよね。ね、じゃあそれ放送したらダメなんですかって。だってそれ放送したら真似するやつがいるから放送しないでくださいっていう、ね、理屈が通っちゃうじゃないですか、そんな話をしたら。でも放送してますよね、放送してますよね。でそれを真似したら誰が罰せられるんですか。真似した人が罰せられるんですよね。真似した人が悪いんですよね。だから報道、そんなさ、キャンドル・ジュンさんだけにさ法律違反しただけの話なのに報道する必要ってあるんですかね。あるんですかね。ないですよね。ないと思うんですけどね。でこう和田アキ子は、これ和田アキ子、同じ芸能界のね人がね、なんで傷口広げるようなこと言ってんですか。こんなもうマジでありえないんですけど、これ和田アキ子さん、ね、広末涼子のごめんなさい謝罪文に、可愛かったらこんな言葉でいいわけってなんか和田アキ子さんが言ってるんですよ。可愛かったらって妬みじゃん、それただの妬みじゃん。個人的な妬みが入っちゃってんじゃん。だから個人的な妬みをね、これはネット記事、新聞記事かなんかなんで、公共の電波じゃないんで、まあ自由なのかもしれないですけど、ね。なんでこんなさ、発信力のある人がさ、いじめみたいなことをするの？傷口を広げるような。これ。あ、これ肖像権とかあんのかな？うん。何が言いたいんですかね。いや、お前関係ないじゃんって俺は思うんですけどね。お前関係ないだろって。だから、この件に関しては、ね、あなたが芸能人だろうが、なんだか知らないですけど、うちらと一緒ですからね、立場的には。この件に関してはね、不倫、広末さんの不倫に関しては、ね、和田アキ子だろうが、ね、岸田総理とかね、首相とかね、関係ないですからね。俺たちと同じ立場ですから。見立ては。何言っちゃってんのって感じですよ、ね。何言っちゃってんの。まあそんな感じでね、皆さんぜひ、もう本当、いろいろね、家庭内のね、事情があったらしいですよ。キャンドル・ジュンさんの記者会見見てください、ね、お互いにね、いろんなね事情があったらしいですよ。で僕もね、実は精神的な疾患持ってるんで、めちゃめちゃ分かるんですよ。キャンドル・ジュンさんの気持ちも分かるし、広末さんの気持ちも、ね、10% かもしぐらいかもしれないですけども、分かるんですよ、ね、広末さんもやっぱりそのテレビっていうの中でね、生きてきて、やっぱりそういうこう、ちょっと精神的なこういうのが あるらしいんですよね。で、キャンドルさんも若い頃、10代の頃こういうのがあって、そういうのがきっかけで、キャンドルジューンっていうのをこうやったっていう経緯を話してたんで、あ、お互いにそういうこう、ちょっと精神的なものがね、こうある、ね。僕もそうなんですけど、で、この精神的なものにね、ちょっと話を、ちょっと、精神的疾患にことについて話したいんですけど、それはあなたのメンタルが弱いだけですよねってこうやって思ってる方とか言ってる方とかいたら、それは大きな間違いで、これですね、精神的にメンタルが弱い人、なんだろうね、メンタルが弱いとかそういう話じゃないんですよね。話じゃないんですよ。いわゆるそのなんだろうな、自分にはないそのね、自分にはないその何て言うんだろうもので、なおかつなんかこう理不尽なことって世の中いっぱいあるじゃないですか。それに思い悩まされちゃうとこうバッて出てくるものなんですよね、その弱さっていうか。弱さっていうとなんか人として弱いみたいな言い方になっちゃうんですけど、別にそういうことじゃなくて、難しいですね。だからそのね、誰にでもね持ってる存在してるそのものなんですけど、本当腹黒い人は本当
あの精神疾患にはならない。正義感が強かったり、こうめちゃめちゃ優しかったり、自分で言うのもなんですけどね、自分で言うのもなんですけど、ね、正直者の人とか正義感が強かったりとか、人にめちゃめちゃ優しい人とか、そういう人にこう出がちなんですよね、そういう精神疾患って。それはなぜかというと、やっぱりこうなんつうんだろうな、こう腹黒い人とかこう理不尽な人とかいるわけですよね。でいて、でなんだろうな、自分に芯のない人やっぱが大多数なんですよ、人って。なんつうんだろう、集団民族っていうんですか、同調民族、あの一人で人間って本能的にこう同調しようとするあの性質があるんで、大抵の人は芯がないんですよね。芯がないっていう、なんつうんだろうな、こう人の意見に、あ、人のこういう考え方だな、こういう考え、あ、じゃあ私もそういう意見に乗っかろうっていうか、なんつうんだろうな、流される、周りに流されるっていう人の方が大多数なんですよね。まあそうなんですよね。まあ大多数だからこそ、ね、これがめちゃめちゃ厄介で人数が増えやすいんですよ。まあブワッと一気に増えやすい、その自分っていう芯を持ってない人がね、多いから、ちょっとこうなんかこうなんかちょっとまともっぱいような話をする人がいると、あ、そうなんだってこうパッと反応的にこうくっついてしまうんですよね。これ要するに多数派の意見って、ほとんどの多数派の意見が、例えば300人、わかんないですよ正確な数字は、多数派300人が多数派とします。その多数派300人のうち、だいたい200人ぐらいはあの なんか100人集まってるから俺こっち行こうっていう人がほとんどなんですよ、200人なんですよ。で300人っていうものが作られてるんですよね。だから要するに多数派だからそれが正しいっていうのはほとんど間違いなんですよね。ほとんど間違い。多数派だからそれが正しいっていうのは間違いです。多数派だから、その多数派だからほとんどの多数の人たちは、芯がないっていうことなんですよね。なんかあんまりよく深く考えず、あんまり本質的なことを考えず、あんま物事を合理的に考えずに、あ、この人がこう言って言ってるから、じゃあ俺もこっちの方が過ごしやすいから、こっちの話にこういう意見になろうとかさ、そういう人が大多数200人ね。ちゃんと芯を持ってる人は100人ぐらいしかいないんですよ、その300人のうち。まあ、要するにそういうのにこうつまはじきにされてね、正直に物とか自分に芯がある人とか、その優しい人とか、こうそういう人がこうやられちゃうんですよね。やられじゃん。だからキャンドル・ジュンさんって変わってるじゃないですか。で広末さんも変わってるから、まあ、要するに芸能界で活躍できるんですよね。で要するに自分にこうなんか何かがある人ですよね。まあ僕のことは置いといてですね、さては会おうって言ってます。要するにそういう人に限ってやっぱりこうちょっとこう同調圧力に負けて病むことが多いんですよね。だから決してその心がメンタルが弱いからそもそも悪いよ、ダメなんじゃないのって、なんかメンタルそれ弱いだけでしょとかなんか言う人いるかもしれないですけど、そういうことじゃないんですよ。そういうことじゃない。僕は経験したからなおさらよくわかる、それは。あんまり長くなるともね、こんなところにしときますかね、こんなところにしときますかね。ちょっとまとめますね。大物芸能人と親密、あ、ね、料理人が、そもそも料理人が大物芸能人と親密になれるのっていうのは、ミシュランで星取ったら結構まあ、あり得る話です。はい。広瀬さんって、そもそも、あの、普通にね、ご飯が、そういうグルメ、美食家っていうんですかね。あの、高級レストランとか、普通に平気で一人で行っちゃうような、ぐらいに、普通に、あの、そもそも、あの、そういうレストランに興味がある方なんでしょうね。僕はそういう話を聞いたことあるんで、だから別にいたって普通の、なんだろうな、出会いだと思います。普通の出会い。騒ぐな。騒ぐなですね。だから本当、
報道ね、報道によってこうなんつうんだろう、報道されたからってあれ法律違反だからあいつはなんかひどいなんかテレビではいい顔してるけど裏ではこういうやつだったんだなみたいなことを言うんじゃないとかね、それ報道だけで判断するんじゃないとね、もうほんと奥深いこのいろいろあるんですよ、個人的な事情が、ね、でその個人的な事情をね、まあ、ざっくりとキャンドル・ジュンさんが話してたんで、ね、騒ぐ前にキャンドル・ジュンさんの記者会見見てください見てください。で不倫は法律違反であって犯罪ではないって、法律違反なんだけど犯罪ではないですよって、この意味が分かんないんだったらもう口を閉じてください 口を閉じてください、もう勉強してください。僕もまあ勉強不足でねそれを説明できないんですけど、刑事と民事、もうざっくり言うとね刑事と民事っていうものがあります、法律にはね、はい、なんで、法律違反は、誰に、キャンドル・ジュンさんに対して法律違反をしただけですよね、世の中の人に対して法律違反をしたわけじゃないですよね、だから世の中の人に謝る必要はあるんですか、世の中の人に対してなんかこう暴露、ガーシーの場合はねちょっとこう不正に稼いでる人とかのことを暴露してるわけですけどね、なんかそういう報道、なんかスクープ、なんかそういうの、どうなんですかと、どうなんですかと、ね、やりすぎなんじゃないですかと、キャンドル・ジュンさんだけがなんか迷惑すればいいだけなのに、キャンドル・ジュンさん以外にも子供にもいろんな迷惑がかかったり、ね、報道したことによってその周りの人たちにもこう広がるわけです。だからそれはおかしいんじゃないですかと、キャンドル・ジュンさんだけがだって法律違反に当てはまるのはキャンドル・ジュンさんだけなんですから、ね、子供に対して法律違反と、まあ、わかんない、それはワンチャン書いてあるかもしれない、ちょっとそこまで詳しく知らないけど、ね、その周りの人たちに対しては別に法律違反してないですよね、なんだろう、結婚式の仲人やった人とかね全然関係ないですよね、結婚式に仲人した人に、まあ、謝るかもしれないですけども謝んなくてもいいんですよ、別にその人に法律違反したわけじゃないですか。で、和田アキ子がなんか、ね、同業の、ね、なのになんか事情もよくね詳しく知りもしないのにこうやって口ね、発信力ある自分をね使ってね、自分がね発信力あるにもかかわらずこういう傷口を広げるようなことを、言ってたんで、僕はちょっと和田アキ子さんが嫌いになりましたっていうお話です。はい、すいませんね長くなりまして、でなんか話まとめるのは下手くそですいませんね本当、そう不倫は法律違反だけどその人に対して法律違反ね、そのパートナーに対しての法律違反だからこう周りが騒ぐことじゃないですよってことですね、これめちゃくちゃ大事なところですね、一番めちゃくちゃ大事なところです、周りが騒ぐね、まあ別にその人を好きになろうが嫌いになろうがあなたの自由ですけども、それをねなんかこう寄ってたかって共感させようとしてねこう話をこうなんだろうな、なんかまるで不倫が犯罪かのように、まるで不倫が犯罪かのようにこうやってね報道したりなんかこう喋ってあいつこんなことしてたんだぜなんかって言ってるやつが本当俺は嫌いです。はい、そんな感じでご視聴ありがとうございました。すいません長くなりました。